小川さん研究電話個別要素を用いた過小変動計算というものになっております。でこの写真がこう川底に発生するデューンというものです。で私の研究電話でこのデューンというものをこう数式計算によって再現してみようというものなんですけれども、私の研究ではこの砂粒子全部をこう個別に計算しました。個別要素法というまさにその名の通りのものです。個別要素法を用いてこう各々の粒子を計算して解いています。でそのポスターの見どころとしてはですね、こう流れの計算でこう2次元の乱流モデルというのを使ってまして、こう砂粒子の計算で個別要素法というのを用いているんです。この2つをこういかにこう融合させるのかという、どうやってこう流れと砂の計算を結合させるのかというところに私のこう力点が置いてありますので、皆さん立ち寄ってください。以上です。どうもありがとうございました。水耕専門学研究室の斉藤俊二です。水深積分マルチレベルモデル K1 による胸径周辺の非定常流構造の再現計算というテーマでやっております。で背景の目的として橋脚など構造物周りでは水位の積み上げが生じるなど流れ構造は時間的空間的に変化しています。また突発的な自然災害が発生が多く、実現象より速い速度でシミュレーションを進めることが必要であるという背景があります。そこで KMR というモデルを使って今回数値計算をしました。K マークは下の方に書いてあるんですけど、ネマティックメシュリーコンストラクションというものの略で、特徴的な乱流量スケールに基づいて計算メッシュが自動的かつ柔軟に再形成されるモデルのことを指しております。このモデルを用いて計算精度の向上、計算時間の短縮について検証を行いました。どのくらいの計算精度でどのくらいの計算時間の短縮になったかはポスターに書いてありますので、ぜひよろしくお願いします。以上です。